皆さんこんにちは。中日ドラゴンズ根尾昂選手が覚醒していると噂されています。何でもジャイロボールを投じているのだとか。今回は根尾昂選手の覚醒とジャイロボールについて紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。春季キャンプ真っ只中の2024年プロ野球シーズン第2クール最終日の2月8日にシート打撃のマウンドに上がった根尾選手は、直球を主体に打者7人に25球を投げ1安打に封じました。リズムよく投げられたと語った根尾選手、ストライク先行で投げられたことに手応えを感じているようです。根尾選手といえば大阪桐蔭最強世代の一角として、高校在学中に3度甲子園優勝を果たした選手です。2018年には四球団競合の末ドラゴンズに入団、非常に将来が期待された選手でした。高校時代は投手もしていたものの、プロ入りの際にショート1本で行きたいと野手としてスタートした根尾選手、しかしなかなか結果が出ず、ショートと外野手とでポジションが安定しないという時期もありました。さらに2022年シーズン途中には衝撃の投手コンバート、2023年シーズンからは投手1本で行くことに。この采配には野球ファンの間で賛否が飛び交いました。さて、いざ投手に転向した根尾選手は2022年に25試合登板で防御率 3.41 という成績を残し、2023年はシーズンの大半をファームで過ごしたものの、1軍では2度先発登板し 12.2 イニングを失点後ながら自責点1勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りる試合もありました。順調にステップアップできているという自負があるのでしょう。根尾選手は今年の開幕ローテーション入りも見据えているようです。肝心の投球内容は直球主体の一方で、習得に取り組む横に大きく曲がるカーブを効果的に使った場面も。160キロを投げる投手ではないので緩急を使いながらですねと語っています。気になったのは立浪和義監督の発言、ボールが少し動く特徴もありすごく良かったと語っているのです。ネットニュースでは根尾選手のこの直球を動くジャイロ直球と評しているところもありましたよ。ジャイロボールといえば名作野球漫画メジャーの主人公重野吾郎が投じる、まるでホップしているかのような威力のある直球として有名です。現実のプロ野球では火の玉ストレートと呼ばれる凄まじい威力の直球を投げていた藤川球児氏の球がジャイロボールと称されることもありました。しかしジャイロボールというのは正確には単に威力のある直球を指すのではなく、ボールの進行方向と回転軸がわずかにずれることによりバックスピンやサイドスピンの成分が現れ、わずかに変化する軌道を描く球のことを指します。1995年にパフォーマンスコーディネーターの手塚和志氏が存在を指摘したのがジャイロボールの起源です。さて、かつて日本球界で無双ともいえる活躍を見せメジャーリーグへと挑戦した松坂大輔氏は、そのメジャー挑戦時にアメリカメディアでジャイロボールを操っていると報じられていたようです。ここでいうジャイロボールは主に横回転の加わったボールのこと。あくまで直球という区分の中のジャイロボールですから、球速も直球と同等程度に出ている必要があるでしょう。そういった球を松坂氏が投げていたのでしょうか。メジャー生活最初のキャンプインを前に行われた日米合同記者会見では、松坂氏はアメリカ人記者からジャイロボールについて質問され、その質問が来ることを覚悟していた松坂氏は、僕のどのボールを持ってジャイロボールと言われているのか僕には全く分かりませんと答えていました。メジャーリーガーのダルビッシュ有選手は、ジャイロボーラーなんていないと発言しており、皆が見たことあるジャイロはカットまたはスライダーの抜けただけの球と説明しています。直球が変化したような球に見えたのは変化球が抜けてしまい曲がり損なっただけということなのでしょう。その上で、ジャイロを目指しているものはゼロ、投げられたとしても全くスピードが出ないとしているのですね。松坂氏もこのダルビッシュ選手の考えに同調しており、自身のジャイロボールについてはカットボールがシュート回転したものだと考えているようです。一方でプロの選手および OB の中でも全ての選手がジャイロボールの存在を否定しているというわけでもない模様。山本浩二氏や田淵光一氏らは、江夏豊氏の球は後年定義されたジャイロボールの軌道に近かった
という旨の発言をしているようです。ただジャイロ回転する球は下手投げ横手投げの選手がその投げ方ゆえに操ることのできる球だとする声もありますよ。松坂氏はジャイロボールで騒がれていた時にその存在に懐疑的であったもののあると思わせていればいいんじゃないですかとも話していました。結局ジャイロボールというものが存在するのか、ネオ選手がジャイロボールを投げているのかは分かりませんが、その事実の是非はどちらでもいいのだと思います。肝心なのはネオ選手が投げている球の名前ではなく質の方、ネオ選手の直球が動いていること自体は間違いないのでしょう。ジャイロという名前を使わずともツーシームなどの直球に近いムービングボールというものは存在しています。 NPB では綺麗なまっすぐを投げる投手が多く、手元でわずかに動いて芯を外すような外国人投手のムービングボールに苦戦するバッターは多いです。ネオ選手の動く直球はドラゴンズ首脳陣の中でも高く評価されており、それがジャイロ回転していようがなかろうがネオ選手の主力の球種になることは間違いありませんよ。ドラゴンズのキャンプを訪れた球界 OB 里崎智也氏も2月8日のネオ選手の投球を現地で見ていました。投手転向したネオ選手の球を直に見るのは初めてだったという里崎氏ですが、ネオ選手の制球力、躍動感あるフォーム、野球に対する姿勢を高く評価していました。シート打撃では打者相手にしっかり勝負できているという印象を受けたといい、さらにシート打撃が終わった後すぐにブルペンに移動してフォームを確認していた点も意識の高さを体現する姿勢と評していましたよ。ネオ選手の特徴の一つが投げ終わった後に打席の方へと体が弾んでいくような体全体を使って投げるダイナミックなピッチングフォーム、迫力満点で見応えもあったらしく、里崎氏も満足いくものだったようです。投手転向3年目のシーズンを迎えるネオ選手、4球団競合の黄金ルーキーがプロとして迎える6年目のシーズンでもあるので、そろそろ1軍での活躍が見たいところですね。今回はネオ選手の覚醒およびジャイロボールについて紹介しました。ジャイロボールという響きにはどうしてもロマンを感じてしまうのが野球ファンの常、ネオ選手がジャイロボーラーとして名を馳せる日もいつか来るかもしれませんね。過去に落合博満氏はピッチャーは大変な職業なんでね、野手みたいに外野だ内野だってわけにはいかないので、それは苦労すると思いますよと語っていたことがありましたが、先ほどの通りぬかるむマウンドという悪条件ながらもこの日の最速は144キロを計測。立浪監督が制球も良かったし球がよく動く特徴も出ていて良かったですと評価したように、ピッチャーとしての厳しさに報いたネオ選手に落合博満氏も評価を改めざるを得ないでしょうね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。